はい、じゃあ今から仕上げのブローをします。私この友達がね、はい、この歌の来た時に2人で写真撮ってましたん、はい、そういったらこのぐらい大きくなかっただろう、はい、それで撮った写真、はい、よく記憶したの、頭、今も見ててるけどピアノの部分がいただいてその髪型なの、はい、その署の人がよく撮れたからってこんな大きくして送って起こしてさ今ピアノの上に飾ったんだけどちょこの髪型変わってないもんね。この髪型で今、あ、そうだ、さっき直してきたとこなんだよ。だからあんまり大きいんでね、うん、入れられないんでさ、しょうがない、ピアノの上飾ってあるのよ、額に入れて。で、私だけじゃなく、その友達も2人で撮ったんださ、はい、すごく気に入ったっつうんで、ね、大きくしておくって。その人があれで、ほら、札幌ビールの社長さんの奥さん。今はほら、息子さんの代になったけど。はい、茅ヶ崎にいる人でね、うん、札幌ビールの昔からね、昔あそこのそういうところを嫁に行ったっつうのは知ってたんさ、はい、だから娘が